その通り。何か夢があるならまず行動。人生の基本ルール記憶したか？あなたは誰？アクセル、空のちょっとした知り合いさ。空のところへ行こう。空？俺たちはとっても似ている。二人とも大事な友達に会いたがっているな。仲間みたいなもんじゃないか。仲間はこんなことしないわ。ねえ、ここはどこ？大丈夫か？私、壁に穴が開いて君と犬が飛び出してきたんだ。びっくりしたよ。もう行きますか。はっ
力を頑張りますね。見事なものだ。ところで、アクセルという男に会わなかったか。ここに来ているはずなんだが。知るか！実は、アクセルが単独行動に走ってな。アクセルも受産期間なの？ああ。受産期間も大したことないな。気をつけろよ。あいつはお前をハートレスにするためならどんな手でも使うだろう。親切に教えてくれてどうも。でも自分の身は自分で守るから大丈夫。それを聞いて安心した。我々はアクセルよりもお前の身を心配していたのだ。心配？おおよだけだせず。確かに心はない。しかし、かつて心があったという記憶が我々の強みだ。どういう意味？心を傷つける方法ならいくらでも知っている。ソラ、これからもハートレスを倒し続けろ。あの穴に飛び込もう。どうして？思いつき。でも、13機関の世界へ行けるかも。無茶はするな。リクのようになりたいのか？え？おい、待てよ！リクのようにってどういう意味だ？おい、さっさとここから出ていけ。面倒を持ち込むな。リク、わかってるよ。さあ、行こう。おい、待て。うるさいな。この町で一番強い奴の証だ。ありがとう。でも、いらないや。うわお！あ、ソラ！ピンツ？君、カイリって子知ってる？カイリ？もちろん。それじゃあ駅まで来て。Thank you.
なあ、どうしてカイリのことを知ってるんだ？カイリがここに来た？うん、お前を、空を探してるってさ。今どこにいるんだよ？それが…とっても素敵なお話ね。ここで待っていればきっと空に会えるよ。あいつまた来るって言ってたぞ。うん、遅かったな、カイリ。なんとなくここに来ると思ったんだよな。それにしてもカイリ、闇に飛び込むなんてすっごい勇気だな。アクセルの仕業かな？ごめんな。みんなが悪いわけじゃないよ。もう元気出せよ。落ち込むのは俺だろう。カイリを助けなくちゃ。危なかった。あれ？これは何？道が開けたんだ。きっとどこかでカイリとリクに続く道。じゃあ急がなくちゃ。また来るだろ？もちろん。空に伝えました。今後もハートレスを倒し続けろと。それでいい。お前は傷つけるだけでなく、心を迷わせる方法も、そうよく心得ている。これで空は迷いため己の迷いを感じた彼は、戸惑う自分自身に怒り、迷いを振り切ろうとして、今まで以上に力強く前進する。我々が望む未来へと。一つ気がかりが。アクセルか。哀れなものだ。感じるはずもない友情の幻を
いつまで追いかけるのやら。失われたものを取り戻せるとでも思っているのか。しかるべき憐れみを与えてやれ。はあ、王様も陸も行方不明。おまけに帰りまで。落ち込まないで。空が鍵になってて全てがつながっているんだよ。全部俺のせいか。違うよ。空が思う通りに動けばきっとみんなに会えるんだ。その通り。うん、ありがとう。